明けましておめでとうございます。どうもくんひろです。いやー、真面目な動画になりそうだな。ポン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 。はい、ということで、真面目な動画をね、作るのはちょっと苦手なので、こういう感じになってしまいましたが、今年もよろしくお願いしますということで動画ですね。まあ本当に、多分それだけの動画なんで、まあ時間ない人はこの辺で。あと雑談かな。まあ去年何があったかとかね、ちょっと振り返ってみようか。雑談です、本当にね。まあ去年、そうだな、去年の初めに、てか今頃ですよ、今の時期ぐらい、去年のね。で、チャンネルが、なんかね、いきなり伸びて、で、ももの動画がなんかめっちゃいって、ミリオンいって、からの、チャンネルが消えるっていうね。で、チャンネル消えて、みんなが、伸びた、ちょうど伸びた後だったから、なんか、いろんなやつを、ちょっと見てる人がいっぱいいたらしくて、その続きが見たいということで、どん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 ね、ツイッターに来たんですよ、人がね。で、その時は多分3000人ぐらいかな。ツイッターのフォロワーさんが増えたじゃない、3000人ぐらいになって、で、あ、俺もちょっと頑張んなきゃなと思って、過去の動画をね、一斉にアップしたんですよ。それがまあ1月の出来事。ね。で、2月に、進撃の巨人というね、まあ、作品のゲームが出まして、で、ちょうどもうね、ハマりにハマってというか、まあ、面白くて好きだったやつね、進撃の巨人。まあ、俺はアニメばっかなんだけど、で、そのゲームをやったらね、なんか、まあ、1日に5本から10本くらい上げてたんですよ。まあ、とりあえず早く俺がプレイしたくて。でね、まあ、一部では、一気に上げすぎて追いつけないぞっていう声もあって、一部では、更新早くてすげえ、いいね、みたいな人もあって。で、なんか、そういうね、なんかいろんなことがあって、動画がすごい盛り上げていただき、そしてコメントもね、あれに荒れたとこもありました。でも、結果、なんかすごい、たくさんの人がね、チャンネル登録をしてくれたんですよ。で、俺はね、それにね、ビビっておりましたね。で、まあ、チャンネルが順調に育っていき、で、まあ、進撃の巨人が終わって、まあ、やっと落ち着いたんですよ。僕のね、チャンネルが動画がね。で、もう何事もトラブルもなくね、来たかと思ったら、トラブルの動画はね、上げたんですよね。なんつうんだ、トラブルの動画っていうのは、バトルエクスタシーという作品。PS ビータの1本目かな、トラブルとしては。で、それの動画上げてたらね、なぜかね、他の人のトラブルのその動画は、その規制かかんないのに、18禁までに収まるのに、俺のねやつはね消されるんですよね、なぜか。で、まあ、ついたあだ名が歩く18禁だとか、俺の声が18禁とかね、ピクヒロがやってるから、その18禁以上になっちゃって動画消えちゃうんだと。ね。まあ、そんなね、面白いコメントもたくさんいただきね、結局やれなくなっちゃったんだけど、残念だなっていう感じになっちゃったんだけど、まあ、ギリ、それがね、2回で収まったんですよね。ね。で、結局、動画自体は消えたけど、チャンネルは生きてたっていうね、その奇跡。もう本当に今までだったら1年に1、2回消えてるからさ、チャンネルが。だからもう消えるのかなと思ってたけど、まあ、なんとかこらえてくれましたね。で、サブチャンを作って、サブチャンの方にも動画を上げてたりしてます。で、動画が消えると、3ヶ月分ぐらいペナルティがつくんですよ。で、生放送ができなくなったりね。で、結局生放送できなくなっちゃって、で、12月31日、多分0時ぐらいに生放送が多分できるようになってるんですよ。で、ちょっと近々ね、生放送休みの時にね、やろうかなと。陳賀新年、明けましておめでとう、みたいな感じでね、やろうかなと思っております。なのでよろしくお願いします。いやー、今年も本当によろしくね。ツイッターにね、書いてあるんで知ってる人はいると思うんですけども、俺のね、新年の一発目のツイートがね、おしっこしたいだそうですね。本当に俺ね、あんまりなんつうの?クリスマスだとかバレンタインとか、イベントごとに疎いというか、執着がないというか、特別感を抱いてない人間でありましてですね、誠に申し訳ないんですけども、ちょうど000になったら、明けましておめでとうとかつぶやく人間じゃなくって、もうなんもね、とりあえず俺の、普通にテレビ見てて、フェイトの特番見てて、おしっこしたくなったからおしっこしたいっつってね、まあ出てったんだけど、そしたらね、もうなんか、トイレで年越し終わってたっつって、来てったら、7分経過してたってね、ほんとにね、まあ俺らしいっちゃ俺らしいのかな、ね。いい思い出だって、俺も今年の一番の。で、まあ、明けましておめでとうって後でつぶやいたら、たくさんのね、
リプが来たんですよ。本当に嬉しいことに、148件ぐらいかな来ましてですね、リプには、目を通させていただきました。ありがとうございます。まあ全然ツイッターやってない人もたくさんいると思うんで、ぜひこちらもね書いていただけると嬉しいです。みんな明けましておめでとう。今年もよろしく。絶対コメントに一つあるのはお年玉くね。絶対これあるでしょね。ちょっと見るとき楽しみだな俺ね。よし、ということでね、まあ挨拶とか雑談長々としてもね、こういう動画ではしょうがないので、ここら辺で締めようかね。いやー、まあそうだ、もしかしたら親がこの動画見てるかもしれないから、とりあえず言っとこう。俺は元気です。大丈夫です、生きてます。はい、ということで次回もよろしく。多分ここまで親見てないと思うんだよね。最初見てるかもしれないけどね、何やってんだっつってね、もう動画切っちゃってるかもしれないけど。元気してるんでよろしくお願いします。ではみんなもよろしく。元気でね、元気でねっていう、ちょっとなんかもう最後みたいなね、またな。